海とドライフ。おおすっげええ。これマジでこてつさんが書いたんすか？そうなんですえ。ちょっとえどうしたんすか？<laughs> どうしたんですか？ってどういう意味だよ。<laughs> いやなんか全然別人っていうかすごい。このコマの割り方とかめっちゃ繊細っつうか超丁寧じゃないですか？あいや。<laughs> おい お前どんだけ俺がさなイメージなんだよ <laughs> いやそういうわけじゃないんすけどね <laughs> いや最近さ夜寝る前とかにスマホでめちゃコミ読みまくってんじゃん俺らそうっすねそしたら俺もなんか絵描きたくなっちゃってまあ俺も犬だからまず犬のキャラを作ろうと思ったのよ、はい、でもそもそも絵なんか全然描いたことなかったからさどうしようかなって思ったんだけどあそうじゃんめちゃコミに犬出てくる漫画いっぱいあんじゃんって思って。 検索したらまあめちゃくちゃいっぱいあるわけ<ー>気づいたら二時間ぐらいずっと読んでた <laughs> まあ読んじゃいますよねでああそうだそうだ絵描くんだったわつって思い出してさ一回我慢してスマホ閉じてタブレットの中に入ってるお絵描きアプリで絵描いてたのよそしたら気づいたらタブレットでめちゃコみ読んでたわ <laughs> <laughs> いやもうそうなっちゃいますよね <laughs> さっきの続き気になるつって <laughs> えちょっと小鉄さんこれ 俺とめちゃ犬さんもなんかキャラクターで登場するシーンとか作ってくださいよあじゃあねその冒頭のところで幽霊屋敷そんなのあるわけねえだろなえの二人組で追加するわ <laughs> 絶対最初にやられるキャラじゃないですか <laughs> 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 せめて中盤までは生き残ってたい <laughs> <laughs> あれなんか意味深なスペースがあるな <laughs> そうなんすよあなたのお家のワンちゃんがキャラクターになれるチャンス詳しくは動画の概要欄をチェックしてくれよなじゃあなよろしくお願いします